皆さん、こんにちは。今回は、FGO 最初期から登場しており、その露出度の高い見た目や、マスター大好きな態度、絶対魔獣戦線バビロニアのアニメ化で絶大な人気を誇っているはず、牛若丸についてお話ししていこうと思います。また、関連人物についても多少触れていこうと思います。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1. 概要、牛若丸。サービス開始前の PV などで参戦がすでに明かされていたサーバントの一人で、クラスはライダーです。身長は168センチで、現代の成人女性の平均と比べると、かなり高めです。体重は55キロで、同身長の女性と比べるとかなり軽くなっております。ライダー時の外見はどう考えても露出型で、大変眼福なのですが、水着霊気になることでなぜか露出が減る、という悲しい現象を引き起こしています。サイリン段階による、人格面は、その優れた部を誇ることはなく、戦いの場と結果のみで証明することを良しとする、不言実行で礼節を重んずる武士の鏡、とも言うべき人物、のように見えるだけの、見印、大好きっ子、です。何かにつけて首を狙う様には、戦闘終了後に骨を持って帰ろうとするリンボミを感じてしまいます。平たく言うと戦闘狂で、敬愛するご先祖様である源頼光とも手合わせしたいと思っています。しかし同じ源氏同士で殺し合うのはよろしくない、とも考えているため、あくまでも手合わせできたら嬉しいという思いにとどまっています。手合わせすなわち殺し合いになるような感性の持ち主。それが牛若丸です。まっすぐで嘘のつけない性格なため、やることなすことすべて一直線、最短最速、になってしまう人物で、普通の人間がこれをやると大抵は失敗して反省し、次から失敗しないようにと色々と計画を練り、考察することになるはずなのですが、彼女は自他ともに認める天才であるため、失敗することなく、非常にまっすぐなまま成長してしまっています。人懐っこく、明るく、忠実ですが、ブレーキの壊れた中堅、と評されるくらい感性がずれており、ラミアを普通の蛇のように食したり、生前は兄を喜ばせようと、打ち取った敵将の子宮を持ち帰ったりと、彼女が良かれと思ってしていることは、一般的な価値観だと気候にしか見えないこともしばしば、戦いにおいては非常、冷酷、最適種の権化で、部下たちへの扱いは鬼のようで、嗜薬的な面も見られます。彼女もかの有名な、源氏、です。普段の振る舞いこそ、気候がはかどるバイオレンス美少女ですが、一度戦場に立てば、非常で冷酷で立派なバイオレンス美少女となります。新兵の訓練では、貴様らは今日からウジ虫だ。とか言ってそうです、試験。2、神明。牛若丸は、日本史上特に有名な武将の一人と言っても過言ではない、源義経、の幼名です。天賦の才を持ち、高いカリスマ性を有しながらも、兄である頼朝や周囲からは疎まれ、最後には迫害された挙句、従者である弁慶たちともども打ち倒されたとされています。鞍馬寺に預けられていた間に、紀伊地方言から教えを受け、たのではなく、陸刀、三役、を盗み見たことによって優れた兵法家になったようです。鞍馬寺を出た後は、頼朝の要請を受け、平家討伐に邁進し、無事に平家打倒を果たしました。しかし、幼少期に親元を離れ、政治や人心に疎いまま育った牛若丸に、頼朝や誰かのために戦う意志に偽りはなくとも、頼朝にとっては、権力や利益になびかない牛若丸という存在は、理解の及ばない危険な非人間でしかありませんでした。平家を倒したものの、牛若丸がいては新時代の邪魔になる。そう判断した頼朝は、牛若丸の討伐に乗り出します。牛若丸は兄が望んでいるならば、とそれを受け入れるつもりでしたが、部下たちの説得により、欧州へ逃げ込みます。それでも、頼朝は執拗に追跡し、牛若丸は欧州で討ち死にすることとなります。史実によると、牛若丸は鞍馬寺に預けられ、その時に、シャナ王、という新たな幼名を授かるのですが、これが11歳の時のお話となっています。
つまり、肩付きの牛若丸の年齢は11歳以下という可能性があります。まだまだ子供としか言えない年頃で、すでに168センチほどの身長を持ち、立派に一軍の将として部下を率いている。というのが肩付き世界での牛若丸です。年齢は公式発表のものではありませんので、鞍馬寺で社名王の名を授かりながらも、牛若丸を名乗り続けていたとすれば、鞍馬寺を出て源義経を名乗ったのは15、6歳と言われているので、牛若丸の年齢がそのあたりという可能性もあります。どちらにしてもまだまだ成長期ですね。ついでながら、文中に出てきた単語について少し補足しておきますので、興味がある方はご参考までに。喜一方言、奉仕陰陽師にして兵法者、西国最古の剣術流派京八流の開祖と伝わる存在で、鞍馬天狗と同一視されることの多い人物です。牛若丸の師匠にあたる人物ですが、教えるつもりのなかった陸刀、三役を盗み見られているため激怒していたようです。喜一方言は平家側の人間で、牛若丸は身分を偽って喜一方言の家に滞在し、兵法の秘伝書を盗もうとしていた、というお話もあります。陸刀。陸刀は、中国における兵法の代表的古典とされる武系七書のうちの一つです。同じく武系七書の一つである三役と筆者が同じであるとされていることから、陸刀三役とまとめて呼ぶことが多いようです。日本では、朝廷の書物を管理していた人物が1930年頃、唐から陸刀三役を持ち帰ったとされており、竹に比して、しばらくの間は広まらなかったそうですが、天皇の勅命により、伝えざるを得なくなったのだとか、筆者は太公望であると伝えられていますが、実際は太公望が人に教えている形式で本になっているようです。豆知識。陸刀のうちの一つ、古刀は、基本的戦場での戦術、式、部隊の陣形、兵士の武具を講じており、最も実用的な書とされています。これが、虎の巻の語源です。3、スキル。天狗の兵法、AEX。人外の存在である天狗から兵法を習ったという逸話がスキルとして昇華されたものです。剣術、弓術、槍術などの近接戦闘力及び軍略や対魔力などにボーナスを得ることができます。FGO 内では味方全体に効果を及ぼしているので、兵法という名称の通り、何かしら傭兵に関わるスキルだと思われます。カリスマ、C、陸刀秘術、人雷風烈、軍を率いる才能のことです。万人に好かれる器ではありませんが、近づけば近づくほどに彼女の奇妙な魅力に取り憑かれてしまうようです。陸刀秘術については特に言及されていませんが、陸刀の持つ特徴として挙げられる、貨幣での戦い、が関連しているとすると、不利な状況でも味方を導き鼓舞する、カリスマの効果にプラスアルファされたようなものではないかと予想します。ツバメの早技、B。ツバメのように軽々とした身のこなしがスキルとなったものです。五条大橋にて、弁慶の恐るべき斬撃を一度ならず二度三度とかわしきったという逸話が元になっています。4、宝具。彼女の宝具の正式名称は、シャナオウユーリターン、です。牛若丸が死ぬまでに成し遂げた伝説の数々が奥義として具現化したものであり、FGO で通常の宝具として使用されている、壇の裏、八層飛び、以外にも残り4種が存在しています。壇の裏、八層飛び。壇の裏で見せたという、八層飛び、を具現化した宝具です。どれほど足場が悪くとも、足を乗せる箇所がわずかでもあれば跳躍による移動が可能です。また、跳躍力そのものも強化します。壇の裏の戦いの中で、兵士随一の猛将、平野紀経は、義経を道連れにしようと義経の船に乗り移りました。そこで義経は、船から船へと飛び移り逃げてしまいました。この際、八層も彼方へ逃げ去ったという伝説からこの名前が付けられています。FGO では逃げるどころか突撃していますね。薄緑、天神宿歩。薄緑による高校の斬撃。天狗の歩法による宿地からの一撃は、
交わすことが難しいと言われています。交わせないとは言っていない。薄緑とは源義経が持っていたとされる刀の名称で、元の名称を膝丸と言います。膝丸は源頼光が愛用していた刀で、土蜘蛛退治に使用されたことから、後に雲霧と呼ばれました。特に言及されてはいませんが、来歴を考えるに大麻製特攻を持っていそうな刀です。牛若丸は、この化け物退治に使用された由緒正しき刀で人を斬っていることに、多少の申し訳なさを感じているようですが、せっかくならもっと切れ味が鋭い、具体的に言うと一振りで100人の首を飛ばせるような刀が欲しいそうです。より密に聞かれたら怒られそうですね。弁慶、不動立地。武蔵坊弁慶の肉体のみを擬似的に再現することができます。弁慶への信頼が強ければ強いほど盾として強固となり、B ランクの大軍宝具までなら防ぎ切ることができます。武蔵坊弁慶は鬼怒川の合戦で、源義経を守るために、大薙刀を杖にして、橋の中央に立ったまま矢表に立って死んだと言われています。これが、立ち往生の語源にもなっている弁慶の立ち往生です。ほえ丸、雲殺し。薄緑の本来の力を発揮することで、周囲の魔を打ち払い、音によるダメージを与えます。薄緑、天神宿保の話の続きにはなるのですが、雲霧と名を改められた膝丸は、源のため吉野台に引き継がれた後、夜の蛇のような声で吠えた、という逸話から、吠え丸、と名を改められています。おそらくですが、薄緑として源義経に引き継がれた刀は、基本的に人を斬ることに使用されていたため、化け物退治用の力が発揮されていなかったのでしょう。そして本来の蜘蛛殺しの力を解放させた姿が、吠え丸、蜘蛛殺なのだと予想します。危険状、つらら削り。青年時代の義経を主役として描かれた、室町時代のおとぎ造紙、御造紙島渡りに由来する技です。FGO のイベント、天魔おとぎ造紙鬼ヶ島で茨城道寺との対決の中、牛若丸をかばった弁慶の肩を駆け上がり駒のように回転し、茨城道寺の放った炎を刀で両断するという離れ技を披露していました。御造紙島渡りで、義経は大日の方と呼ばれる技を求め、木島の都、危険城を目指し、そこで16畳、約50メートル、もの大きさで、8つの手足を持ち、30本もの角を持つ金平大王と呼ばれる人、に大日の方を教えてくれるように願いました。金平大王と義経は指定の契りを交わすことになったのですが、大日の方を伝授してくれることはありませんでした。その後義経はなんやかんやあり、割愛。金平大王の娘と婚姻をし、娘に大日の方が書かれた書物を盗み出してもらい、3日3晩かけてそれを書き写したのですが、不思議な力で書かれている大日の方は、書き写したところで消えてしまいます。金平大王にバレてしまうのも時間の問題だと、娘は義経に塩山の方、早風の方、濡れての方を授け逃がしました。というのが、御造紙島渡りのざっくりとしたあらすじです。つららというキーワードが見当たらなかったのが非常に申し訳ないのですが、予想では、早風の方による風を利用した技が、危険状、つらら削り、ではないかと予想しています。5. バビロニアでの活躍。FGO 一部第7章、絶対魔獣戦線バビロニア。で、牛若丸がアニメ化しているので少し触れておこうと思います。初登場では、剣王の方のギルガメッシュによって召喚されたサーバントとして、レオニダス一世、弁慶と共に主人公たちの前に現れ、主演を共にします。この時のマスターはギルガメッシュであり、主人公ではないのですが、日本人である主人公が牛若丸は憧れの存在であることを告げると、牛若丸はものすごく食いついています。そして、自分を理解してくれる存在として、マスターとサーバントではなく、一人の友人としてお互いのために戦うことを誓うのです。この時の牛若丸の姿勢がかなり際どいと言いますか、危ういと言いますか、露出の多いサーバントを見慣れているであろう主人公でも、
目をそらしてしまっています。戦場ではザックザックと魔獣を切り裂き、平家のダバにも劣るわ、という名言を残しています。そのおかげで、魔獣よりも強い馬、を飼いならしていたと思われる平家の株が上がってしまいました。また、勇敢にも体長が10倍以上はあるであろうゴルゴーンに短期で挑み、ゴルゴーンの操る髪の蛇を何本も切り飛ばしています。このシーンでは、牛若丸の数少ない布、甲冑、がまくれ上がっていることも少なくなく、かなりの眼福シーンとなっております。眼福シーンを抜きにしても作画が神なので、まだご覧になったことがない方は一度お試しください。その後、ゴルゴーンに敗北してしまった牛若丸は捕まってしまい、ケイオスタイドに沈められ国化したことで、ティアマトの眷属に編成させられてしまいました。ティアマトの眷属となった時に個体増殖、スキルが付与されており、指の一本、髪の一筋があればそこから新しい牛若丸として、いくらでも増殖、復活します。その姿は牛若丸オルタとも言える黒っぽいものになり、自身を理解しようとしなかった兄をはじめとした、人間たちへの感情が汚染によって彼らへの憎悪へと変わっています。アニメ版では、シュー、コアトル、を放とうとするケサル、コアトルを食い止めようと迫るも、それを狙っていたかのような素振りの弁慶に押しとどめられ、復活の余地も残らず全滅させられるという結末をたどっています。6. 武蔵坊弁慶。源義経と共に活躍した、日本において最も有名な僧兵で、義経を語る際に名前が上がることが非常に多い人物です。バビロニアでは牛若丸と共にギルガメッシュによって召喚されており、生前に引き続き共に戦っています。生前は主君となった源義経と共に数多の戦を戦い抜き、最後の最後まで惜しく、立ち往生して散ったと言われる英雄なのですが、FGO に登場している人物は、その武蔵坊弁慶ではありません。彼の名前は、日立坊海尊。彼も義経の老頭でしたが、義経、弁慶が最後を遂げた戦いでは、恐怖のあまり逃げ出してしまいました。そのことを深く恥じた彼は、義経と弁慶の物語の語り手として、日本を旅して回ったのでした。こうして、日立坊海尊は武蔵坊弁慶、となり、弁慶の有名を永遠にしようと、本来の表金さを封じて弁慶を演じ続けています。今回の限界では、余計な名を語り余計なことを繰り返しているので、牛若丸からたびたびさっきの眼差しを向けられています。実のところ、牛若丸はその正体に気がついており、今は面白がっていじっていますが、飽きたら殺そうと考えているそうです。7. 平野景清。国化した牛若丸の話が出ましたので、闇落ちした牛若丸つながりということで、軽くですが平野景清についてお話をしておこうと思います。平野景清は、FGO2 部第 5.5 章、地獄界曼荼羅平安京にて初登場します。その正体は、源氏を恨む概念、伝説である源義経をより城として、源氏を恨む概念、伝説である平野景清が重なったものです。カルデアとの決着を望むリンボが、第3の八神将として召喚した改造英霊であり、第4の八神将、最覇神、大土雲、久が耳のミカサ、とタッグを組み、源氏殺しの呪詛を振りまく両者は、坂田金時ら大いに苦しめました。地獄界曼荼羅平安京、では平野景清の人格のみを持っていますが、後のイベントである、伊賀鎌倉にさよならを、では義経の人格が表に現れるところも確認することができます。総合的に見ると、成長した牛若丸の姿で闇落ちしている、キャラクターと言えるでしょう。詳しくは、平野景清、についての動画を別で作ると思いますので、その時にお話ししようと思います。今回の動画は以上になります。これからも片付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。